ダダティクロージングチャンネルでございます。本日はですね、昨日9月17日平塚の、3ピース、まあちょっといつものところなんですけど、買い物行きまして、もうどっさり買っちゃいました。で、そこ、前回同様になんかこう山積みになっているところがあって、そっからピックアップすると、まあ、激安っていうコーナーがあって、まあ、そこでのやつも、5、6枚あって、普通のミリタリーのこう売ってるゾーンのところにもあったやつを、買ってまいりました。で、いや本当にね、こうなんか古着屋巡ると、まあなんかこういろんな出会いがあって、いやこんなの初めて見たなとか、あーこんなのちょっとなんか手に取ったの初めてだなとか、そういうのすごいたくさんあるんで、毎回行くたんびに楽しいなと思ってやってます。いや今回マジでやばいです。で、今回初めて触るものもたくさんあって、めちゃくちゃちょっと面白かったんで、ぜひ購入動画見ていただきたいなというふうに思います。まず第一発目、フランス軍 M52 ですね、チノで、これその激安ゾーンにあったんですよ。で、まあ割り切って考えると、ここちょっと穴開いてます。ここ穴開いてるんですけど、まあ僕はね、まずこの風合いとね、こうもう全然気にならないぐらいなんで、今回買いました。で、これなんでかっていうと、こう山積みになってる古着のところからこうなんかいろいろこうピックアップして探してる時に、手で触った感じが、いやこれちょっと普通の生地じゃねえなと思って、かっこいいなと思って、で手に取ってみたら、案の定ですね、これ初めて僕見たんですけど、6って書いてありますね。で、この、マークがあれば多分基本的にはフランス軍の、マークになりますので、あ、これはあれだ、チノだと思って、これもうあれですよ、激安ゾーンにあったんですけど、これ多分普通に買ったら結構、まあ、もちろん綺麗な状態だったらなおさらもっと値段がいいと思うんですけど、まあ、僕はもうこれご愛嬌ですね。こんなここ穴開いてても、まあ僕はもう気にしません。もしくはそこになんかこうなんだろうな、一応こういろんな手加えて履けるようにまたしたいなと思って買いました。で、これやっぱりね、もちろん生地感もそうですし、こうね、ディティールがね、やっぱめちゃくちゃで、フランス軍って言われるとね、こう裏から見てもね、表なんじゃないかって言われるぐらい綺麗だって言われてるぐらい、まあ逆さまに履く人はいないと思うんですけど、逆さまにしてもそこまで気にならないぐらいの綺麗な縫製してます。で、サイズはこれ6で、まあ僕、170センチで65キロぐらいなんですけど、これまあベルトすれば問題なしと。で、ここワンタック入ってるパターンですね。で、まあやっぱ生地ですね、このもうどうだろうな、50年以上前の、チノパンなのにもかかわらずこの風合い、なんか僕これフランス軍のチノ系持ってなかったんですけど、これはねハマるわ、これはかっこいい、この素材がマジでやばいです。こうほんと今ある普通の世の中にあるチノパンがもうちょっと子供に思えちゃうぐらい、これめちゃくちゃ風合いかっこいいですね。やっぱもうほんとこうポケットとかね、こう細かいディティールがもうめちゃめちゃかっこいい、もう縫製がマジで綺麗です。だからね、皆様にね、これは本当めちゃくちゃいいっていうのを伝えたいですね。で、これはね、まあ僕9月中旬なんで、またインスタとかにね、こうちょっと、コーデのやつを見せたいなと思います。やっぱね、たまにはこうね、こうきっちりボロいのやつもね、着るのもね、僕楽しくて好きなんで、ぜひここもね見てもらいたいです。で、2つ目、これもね、ちょっと激安ゾーンにありました。で、これね、フランス軍のゴアテックスパーカーってやつですね。うい、これマジかっこいいっす、ほんとかっこいい。で、これマジでね、激安だったんでちょっとお値段も言いたくないんですけど、もうこうディティールもすごい細かいです。で、簡単に説明すると、ここフードのところにね、結構こうごついフードがついてて、丸めてこう中収納してパチッと止める、もうほんとこう豪勢なデラックスなパーカーですね。で、ここチャック部分もですね、ここ一回開けてからこうガバッとして、ここのね余白っていうか、こう余りがたくさんあるので、すごいこうしっかりと着
こなせる。結構なんだろうな、重みもあるっていうか、まあ本当丈夫な作りしてます。で、ここもねジップがあって、もちろん中のねこう 104L って書いてあるので、これはね結構大きいサイズになってますね。で、フランス軍とねそのゴアテックスパーカーの、マークというのはこういう、これもね中にタグが付いてるので、これが一つの実物だっていう証ですね。でちなみにこれ激安だったっていうのも、一応ゴアテックスなんで、こういうところにねこう外から水が入りにくくなる、ここ当て布みたいな細かいシールみたいなのが付いてるんですけど、そこがベロベロに取れてたんで、まあ、僕ここ切っちゃいました。でもこうまあ後で洗濯してこの辺のねこう白い部分を取って、また綺麗にすればね問題ないって感じですね。ゴアテックスパーカー、これしかもなんかこう首が結構高めなのでハードにだいぶ着れるタイプでかっこよくないですかね。でここにももちろん当て布があって、ここにもジップがついてて絞れるし、それこそねここに内ポケが結構でかいのもついてるし、で、中のチャックを外さなくても大きいポケットがここで扱えて、この横のポケットは基本的にないのかな。そうでも本当にねこう多分ゴアテックスパーカーっていうぐらいなんで、防水性も優れている、マジでかっこいい一着ですね。でまだこれ2着目です、今説明してるけど。いやこれでも結構本当ごつい、なんかこうスノボーのウェアに着てもいいんじゃないかってぐらいちょっとごつくてあったかいんじゃないですかね。この首がねちょっと高いんだよな。でここもね縛れるから、寒さしのぎ防寒っていう意味でもすごく使える一枚じゃないかなというふうに思います。でもう一回ちょっと綺麗に見せると、ゴアテックスパーカー、フランス軍のゴアテックスパーカーでした。よしね、僕たまたまその平塚の3ピースっていうところが近くにできたんでね、まあ3年ぐらい前ですかね、まあ今なんか他のところにもこう大きい倉庫みたいなのができたりお店もいっぱい出てるんで、まあまあ宣伝してもあれなんですけど、まあ宣伝して、皆さんが行っちゃうと、まあ僕が買いたいのが買えないよってことも可能性があるので、まあその辺はちょっとこう何とも言えないところはあるんですけど、まあ続いてですねその買い物動画の3個目ですね。でもうこれはもうシンプルです。もう今や言わずと知れた、M65 ですね、アメリカ軍の M65 フィールドジャケット。でこれまあ別に簡単なディティール紹介なんですけど、これはもう1965年ぐらいから、ファースト、セカンド、サード、フォース、まあこういろいろ段階によって形が違うんですけども、これに関して言うと、ここのところが、ブラスジップ銅色のジップになってますので、サードとして見ていいと思います。でここのねここも一体版になってるので、これはまあサードと言って過言じゃないです。でもうねこれ本当にアメリカ軍の M65 なんて昔はもう本当に20年前ぐらいはもう3000とか4000、5000ぐらいで中古でもちろん売ってたし、もうなんか古着屋さんにもたくさんあって、これ誰買うのぐらいたくさんあったんですけど、もう最近マジで見なくなってます。もう M65 なんて本当に見なくなってるし、まあサードモデルだからどれくらいかな、1980年ぐらいまでのやつはね本当になくなってきました。でこれはもうオーソドックスに立ち襟のこう M65 なので、まあここにアクションプリーツで動きやすさを追求し、まあエポレットがついていて、フードも中に入っているので、干渉しないし邪魔もしないで、ポケットも4つついてて、ここのね部分もね、マチが上はねマチ付きポケットで、こっちはこっちでねまだ大容量ポケットがついてるので、もうちょっと綺麗な格好にあえてウッディアレンのように、これを着こなしたりするっていうのもね一つのアイデアだなと思います。でねこれはまあ激安の理由はね、ちょっとこうジップが半分割れているので基本ジップ使えません。でもまあここのねこうボタンでパチパチ止めれば
どこでも止められるし、上でも下でも止められるので、僕はまあこう本当に問題なしって感じですね。でもこれはね、もう本当切れば分かりますけど、もうひたすらやっぱり王道ですよ。でこれサイズちょっとデカめですね、きっと。で、これぐらいね、がっちり切れるので、まあその立ち襟なんで、ハードがちょっと苦手な方はね、ちょっと他のもっと昔のね、襟がこう倒れるパターンのやつも買ってもいいかなと。これもね、この中のフードをここ開けて、ここにフードが入っているので、これ切っちゃうとこう閉まった時のこうね、こうでかい邪魔な部分がなくなるので、もっとこう襟が畳みやすくなって、ナチュラルに切れるパターンですね。そう、いやでもこれほんと見なくなった。そうで、これもね、サイズが書いてあったかな、これをね型番で見る限りだと、72って書いてあるので、セカンドが71年までか72年までのやつなんで、これ本当にサードになってすぐのパターンですね。すぐの M65 になります。もうシンプルな形でもうかっこよさ満点っす。やっぱね、僕なんだかんだ言っていろんな軍好きですけど、あのアメリカ軍がやっぱり一番好きですまあね、ヨーロッパの、おしゃれな、スウェーデンとかね、イギリスとかももちろん好きですけどね、この辺のね、ちょっとハードなアメリカ軍の M65 で、これが3枚目ですね。もうまだまだいきます、まだまだいきます。でこれなんかマジ本当にあんま見なくなったんで、でこの次はね、これオーストラリア軍の、ちょっとねこれ薄いシャツですね。で、ちょっと僕これ着てないので、サイズがちょっとどうなのか今着てみたいと思いますけど、ちょっとそんな、あ、でも切れるか。で、割かしこう、あれかな、僕の身長、体重からするとぴったりなんで、これはぴったり着たいときに着ようかなって感じですね。ちょっとぴったりだからなんかすごい軍人みたく見えちゃいますね。そう、でもね、これすごい安、これももちろん安かったので、もうこのね、このオーストラリア軍の特徴なんですけど、こう、なんだろうな、ウサギみたいな形がいたり、ハートがあったり、これね、すごいこう、なんか独特のカモフラージュ柄で、僕ね、オーストラリアで欲しかったので、なんかこれもね、ちょっと参考商品として欲しいなと思って買っちゃいました。そう、なんかね、本当にこう、可愛いマークがいっぱい入ってる感じですね。これもまあ、あれかな、このエポレットの部分をこう、取って、こういうのも取れるんで、取って、これも取っちゃえば、なんかすごいこう、ラフに着れるシャツ的な存在として、オーストラリア軍のね、こうカムフラージュ型のね、これも本当意外と独特のカムフラージュ柄なんで、人によってはもう大人気のやつなので、ぜひ調べて皆さん買ってみてもいいかなと思います。で、その次、これもたまたま、そのもちろんこれちょっと破けてるんで、あとはこれ直したいと思うんですけど、見てください、これね、ちょっとこれ見てください、これ当て布がしてあって、で、裏側もねこうなってるんですね。でこれ何かっていうと、ハンティングパンツって言います。で、ハンティングする時のハンティングジャケットは有名なんですけど、まあ、ハンティングする時にね、ここにこう普通の素材だと、まあ、やっぱり汚れがつきやすいとか、もちろんこう水とかこう飛んできた時とか、もちろん血とかもそうかな、こういうこうねちょっと、化学繊維のやつをここに当ててあるパンツで、でここが普通のパンツになってますので、まあまあこうそういうこうハンティング行く人からしたら、こういう風にねこう汚れてもいいような、あえてパンツみたいのを作ってる感じですね。そうでね、これちょっと面白いのがね、お尻のところにもねこう微妙に当て布とかもしてるので、やっぱりこう使う人のためのディティールをすごく忠実にやってるんですね。で、これがねこうハンティング系でちょっと有名なダックスバックっていうこうマークになってます。見えますかね、ダックスバック。そう、これもねすごいこうもうなんかこういうの欲しいなと思ってたんですけど、なかなかこういいお値段するので、
これもね、ちょっとたまたま激安ゾーンにあったので、買っちゃいました。ダックスバックのね、こうハンティングパンツですね。で、その次いきますけど、あと3つですね。で、その次が、なんとなんと M47 ですね。で、もう M47 と言われたらもう1947年以降に、まあこうフランス軍で、作られていて納入されていた商品ですね。でこれはもうね、もうほんと生地ですね。もうこのなんか風合いのバッチリな生地を使っていて、かつやっぱりそのオーソドックスな形で、 細くもなく広くもなく、もう本当にこうね、ベストなディティールで、アメリカ軍とかのさっきの立ち襟よりは相当こう着やすいですね。やっぱシャツっぽくこうなっているので、ここもねボタンが外に出ないように、ここ止めてからこういう風にできるタイプなので、ボタンが見えないようになってますね。でここまで止めてもいいし、まあ変な話ここまで止めても、あのちょっとだいぶ雰囲気が変わるパターンでかっこいいんですよ。でそれこそここにグリって持ってくると、あこれ動かないか、こういうねちょっと首の止めるやつもあったりするんですけど、これちょっと動かんか。でこれ襟もね結構ここまでくるとすごく形が変わってかっこいいです。で、ちなみにこれは、ファーストタイプっていうのかな、これ前期型の、後期っていうのかな。でこれポケットが1個だったり、ここがこうここにマチがない中に入るポケットが前期型って言われますね。で、後期の前期とか後期の後期とかになると、なんかヘリボーン生地になったりして、またこういろいろパターンがあるので、調べてみて皆さんもね、M47 買ってみてはいかがでしょうか。もう生地もそうだし、これも本当にこうアメリカ軍のさっきの6号よりはすごくこうね、いろんなシーンに着ていける感じですね。でこれなんか僕タグ見る限りだと結構昔の綺麗なタイプですごくかっこいい。でサイズもちょっと大きめで、まあこれをガバって着たい人は相当かっこいいんじゃないですかね。まあ、マジ素材がまあ間違いないですね。そうでこれが47です。かっこいいですね。まあね、もちろん他のやつでもこの47も持ってるんですけど、なんかやっぱ見るとどうしてもね、今このご時世、どん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 フランスの人気でなくなっている感じもあるので、買ってます。で、次がね M64、 これもフランス軍ですね。で、これはまあ最初の方に作られた前期型のタイプですね。で、これ64ね、結構こう横幅が狭いイメージがあります。なので、ちょっとフォーマルなのが好きな人は、こういうタイプを選ぶのもおすすめですね。で、前期はね、ここのねチャックが、なんつうんだろうな、プラスチックジップになってたりすると結構新しいタイプで、でこのジップが下がった状態でここにポケットが手に入ら、手が入れられないものは意外とこう前期の方で、もう本当に作りで言うと相当僕はかっこいいと思うお気に入りのパターンですね。やっぱねブラスジップで下ろすタイプのやつを皆さんちょっと探してみるとやっぱかっこいいですよ。やっぱ生地ももうね、なんだろうな、こうフランス軍の生地はもうサテンとは言わないけど、こうもう本当にね風合いがどん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 かっこよくなるパターンですね。で、これパッと見る限りだと1977年のやつで、これもうちょっとね年代若くなってくると、この中のやつの素材が違ったりするんですけど、これは77年でそこまで古くないので、こことここの色が一緒ですけど、ここがねちょっとまた、なんだろうな、チノパンみたいな素材になってるポケットの中布だともっと古い形だって言われます。
で、これもね、ほんとどんどん、まあ、ミリタリー好きな人からしたら、ね、もちろんこれめちゃくちゃ王道で、64つったらまあ、それこそフランス軍でもうバシバシ買えるぐらいだったんですけど、これはもうほんとシンプルに、まあ、ね、ミリタリー好きな人だったらこう、いろいろ違いもわかるかもしれないですけど、まあね、あの、古着屋さん行って、僕結構こう、ミリタリー見てると、なんか軍服だっていう風に言ってる人がいて、そういう人からするとこういろんなあのミリタリーの違いが分かんないかもしれないですけど、これはね、僕すごい知れば知るほど奥深いディテールがいっぱいありますよ。そうで、これフランス軍のやつはね、結構ここにドローコードもついてて縛れるんで、またちょっと形を変えたりとかで、これまたちょっと変わった特殊なのが、これ洋服を着た時にこれが中のペロペロがついてるんですね。だからこれをこのポケット入れると、ボタンが開閉してもここが寒くないみたいな、そういうこうね、ちょっとおしゃれなディティールも見受けられるので、これはこれで最高におしゃれな、これは M64 ですね。だってもうこことかだってほんと普通の縫い方じゃないですからね、フランス軍。これはもう今どうだろう、どっかお店にお願いして縫製して作ってもらったらもういくらだってなっちゃうぐらい、それをこう古着だったらね、こうお安く買えるっていうのはもうめちゃくちゃお得ですよね。で、一応今回最後のアイテムですね。で、これね、すごいね、 M64 に結構似てるタイプで、でもここに紐もついてて、下に紐もついてて、中にこう絞るドローコードもついてるんですけど、ポケットの感じもね、47にちょっと近いですね。ですけど、まずこうこの襟の角度が違うというか、今までの襟はこうなんつうんだろう、こうカンカンってなってるんですけど、これに関して言うと全然カンカンなってないんですよ。丸みを帯びてる。でもちろんこう襟の高さも低い。でこれはね、フランスエアフォースのコンバットフィールドジャケットになります。でこれちょっと年代はね、僕ちょっとわからないんですけど、これもね、さっきの64と同じでちょっと横細めかな。だからここでパチッと止めてね、フランス軍のこう得意のボタンが見えないような加工もしつつ、ポケットも充実してるしね、やっぱ生地だな、生地もいいな。これでこれは一応フランス空軍のコンバットジャケットになるので、まあそのエアフォース、まあこう飛行機関係のね、方の仕事の人が、よく実物として着ていたってことですね。いやーかっこいい。いやでもこんなに当たりの時って少ないなってぐらい、いろんなのがありました。そうでこれだとね、これ見ればわかるけど、こういうタイプの書き方してるとフランス軍っていう、まあちょっとざっくりとした、いろんなこうね、フランス軍ってあんまりこうじゃかじゃかいろんな情報が載ってないので、まあこれ見ればね、こうある程度わかるようになってきますね。まあね、あの僕も古着がこう好きでね、なんかこう古着ってなんかそのメーカーとかあるんですけど、なんか普通洋服買うときってこうブランドのイメージってあるんですけど、古着ってなんかなんつうんだろうな、ブランドだろうがなんだろうが、着る人がこうどういうふうに着るかによってかっこよさが決まると思うんで、まあよく例えばなんだろうな、これはコーチだからかっこいいとか、これはバーバリーだからかっこいいとか、これはあのメーカーだからかっこいいと思って着る人も、新品のやつを買って着る人もいるんですけど、まあ、それ古着になった瞬間にもうやっぱりただ形と素材と、その着てる人の雰囲気でもうイメージがめちゃくちゃ変わるんで、それはね、こう古着の醍醐味で面白みだなと思っております。やっぱね、ミリタリーばっか買っちゃうんですね、不思議。まあ、もちろん他のやつもいいと思うのもたくさんあるんですけど、まあまあ気づいたら古着が多いかなって感じで、日頃もね、まあ僕普段飲食店夜の仕事なんですけど、昼間、早めに仕込み終わりにしてね、古着屋さんとか買い行くとね、もう最高に楽しいです。でまあこの部屋もね、そのうち皆さんにご紹介したいなと思うんですけど、
まあまだちょっと、まあいろいろこう整理してない部分もたくさんあるので、次回かそれ以降、いつかね、またお部屋の紹介もしていきたいですし、皆さんこう追っかけてくれる人からしたら、あの面白い話として、最近ね、ちょっと車も購入しまして、まあ自分がいろいろ関われる中で、皆さんにこう楽しい雰囲気を作りたいと思って、そのね、車自体もね、事業をする意味で、ちょっと今後コンセプトを練ってね、しっかりこう指示し上げて、まあ、自分がいるからこそこうあのできるものをまあ皆さんに見せて、かっこいいでも僕のかっこいいが皆さんに少しでも伝わったらいいかなっていうふうに思っております。まあ、やるからにはね、やっぱこう成功させたいなと思いますのでね、今後皆様に追っかけてもらって、チャンネル登録してもらって、ぜひいいねもねたくさんしてもらって。応援していただきたいなというふうに思っております。それではですね、もう9月の中旬、暑いですね。ですけど、負けてられません。冬に向けてね、ミリタリーいっぱい行きたいと思ってますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。それでは、今日はちなみに、アメリカ軍のね、トレーニングパンツ。もうね、こう、ね、裾が短い方がやっぱこう、なんか今の僕の雰囲気ね、もうだいぶ好きなんで、かっこいいですけど、今後ともよろしくお願いいたします。それでは、バイバーイ。